はい、どうも皆さん、こんにちは。ソルトです。ディアブル3。前回のね、続きからやっていきたいと思います。難易度はトーメントでございます。はい、トーメントの1ですね。まあ、こっから2、3、4、5、6とどんどん行こうと思います。行きましょう。まだ強いの、これが来た。痛いわ。強いね、やはり分身のファイヤーやばいな。今は使えない。ただただ来んな来んな来んなってきつい。消した。ほら、炎だ、だん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 焼け焼け焼け。怖っ。まあ、経験値はうまかった。入りましょうか。町の地下室。宝ないかな、宝。なさそうだな、宝は。これだけ？うわ、しょぼ。しょぼいな。ちょっと期待を裏切りすぎだろ。いるものではないな。チェックポイントと、お、なんだ。マグだ。魔女のネグラ、行きましょう。お前の救いがたい集体について、よく聞き。ボスだね、これ多分。投げかわし。だが少なくとも敵の患者は見つけることが。あれ。この女とその仲間たちを抹殺すれば、この醜悪の世界は良いものと。今回はお得意の幻影はなしか。私と直接まみえるだけの勇気があったとはな。ほざいていろ。貴様が私にかまけている間に、ベリアル様のこの得体が例の魔女リアを捕らえた。じきにあの女の力はベリアル様のものとなるだろう。よし、ラッシュだ。まだ使えない。ラッシュどんぐらい効いた？結構効いたんじゃないの、ダメージ。これ
そう、きつい。ほら。やばいやばいやばい、痛い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 。あ、回復ある、回復、回復もらおう。回復した。痛い痛い、すげえ痛い。おれ、ほら、ラッシュを食らい、これはきついぞ。重傷だ。いて、いて、いて、ああ。くそ、これチェックポイントで復活しかないのか。大丈夫か、防具。よし、もう一度行こう。イベントスキップ。ここで、何ダメじゃないか。いって、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 すげえいって。あのね、なんか変な虫を飛ばしてくるやつ、あれがうざいんだけど。燃えろ。痛い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 、すげえ痛い。ちょっと回復で逃げよう。ちょっとうざいなあいつ。至らんことするな。燃えろ。うざいなこいつ。あぶね、あぶね、燃える、燃えはしないか。一匹ずつ殺してていくよ。あれー、よし、防具もね完全に壊れたので一旦街で復活します。あー悔しいなー。今日の新商品を見てて。まずね、修理で、いらないものを破壊。いらない、いらない、いらない、いらない。これはね、どっちかいるんだよね。これどっちか置いておこう。どっちも置いとくか、一応。これでいいかな。よし、もう一度行こう。難易度を上げるとやはりボス戦がきついですね。今でも惜しいところまで行ったと思うんだけどね。
痛い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 。痛い痛い痛い、すげえ痛い。どうやろ。痛い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 。うわ痛いな。ちょっと一旦引きまーす。今半分まで切ったぞ。虫うぜえな。クソ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 、もう虫が追ってくる。ラッシュだ。これ今ここで乗せる。これはまずい。追われてるよ。来ないで来ないで来ない。あ、これやばいね。あ、これやばい系だわ。敵がすごいわ。減れ、減ってくれ。これで少しでも減ってくれれば。ちょっと一旦引こう。マジか。このゲームでね、ここまで逃げ回ったの初めてだ。まだ使えない。痛い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 。すげえ痛い。バカだね。ちょっとこれ話しながら見よう。敵減るだろ少しは。ほら痛い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 。すげえ痛いよ。これまずい。減れ、少しぐらい減ってくれ。どう減った？まだ使えない。やばいやばいやばい。一回引くか、一回引くか。これきつい。マグダ強っ。ちょっと行った。あーくそ、もう一度行く。これ悔しい。今惜しかったぞ。ゴリ押す。痛い痛い痛い。
はい、あ、やば。まだ使えない。やばいね。虫が来た。これよし、またこれ磨かないと。やばい、来た。やばい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 、これはちょっと回復の間逃げよう。これまずいね。ああ、これ無理じゃないかな。これ無理かもしんない。なんかだんだん俺ちょっと元気なくなってきたぞ。これいいところまで行ってるんだけどな。あ、これでした。ここで。このラッシュでいかに。あぶね、行って。ちょっと敵呼ぼう。来た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 。これはきついぞ。今は使えない。もうちょっとなんでね、ここまでは行く。ちょっとね、ここでなるべくあいつらを復活させないように頑張ろうか。まだ使えない。ここで分身。オッケーオッケー、レベルアップした。凍らして、いや、ハマってるハマってるハマってる。あーもう、今かなり惜しかった。ただね、レベルアップをしたのでスキルを覚えたね。どうよ、今スキル覚えてないのか。スキルが、ニューが消えたぞ。何を覚えた。これはクールダウン短縮、これはいい。来た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 、竜巻なんか新しいの来てるぞ。2つの竜巻がぶつかると効果範囲の広い大きな竜巻となる。あー、どうなんだろう、やってみようか。ということはよ、炎ではなくなったので、こっちのスキル炎をつける必要がなくなったわけだ。
であれば、いいのあるか。これだな、シンプルにこれかもしれない。受けるダメージを減らす。いくぞ。竜巻は綺麗になったの？竜巻は綺麗になっただけで意味ないけどな。痛い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 。これ挟まるとまずいな。これ強いわこいつら。この爪のやつ俺嫌い。これ怖え。どうして殺す？やばいやばいやばい、強いぞこいつら。はい、出してくれ出してくれ。これ痛いわ。もう防御力が、防御力とか回復薬ねえし。まいった。これはだい。一旦町に帰ります。ふう。まずね、修理ですよ。修理とあと回復薬を買おう。やばいぞ今回進めてない。あとじゃあテンプラーに変えて。今日は何と戦うんだ？こいつは防御がね、防御じゃなかった、回復をしてくれるので、回復をしてくれると祈ってこいつを仲間に入れようからの。あれ、回復売ってくれるの誰だっけ。この人、いや違うな、なんだ決闘の申し込みって。この人売ってくれるのか。売ってくれないな絶対に。あ、こっちか。近くに衛兵はいねえな。我らは皆間もなく死ぬかも。資料紙、あ、これだ。街中の方が客は多いけどよ、俺はここが好きなんだ。ライフポーションをね、買えるだけ買っておきましょう。またうるさい衛兵もいないし。30個ね、30個でいいか。とりあえずはね、さあ、ただ私ちょっと思うのが、範囲が広いというのは確かに強かった。ただ炎の方が良かった気がする。あー、吹雪によるね、敵の移動速度が低下する。メテをやってみるか、範囲を広くしてね。うん、そうだね。それと使わないスキルがある。あ、いや、これ使ってるか。四角 R に使わないね、確かに。これR に使わねえわ。ヒドラ出しちゃう。
燃え盛るヒドラを召喚し敵を炎上させる。ということはこれじゃなくこっちの炎にしてからのスキルを炎にすればいいんじゃねえのこれ。よしやってみよう、リベンジ。炎、純正な炎だけのキャラクターでね、行ってみよう。減る減る。どうよ、ヒトラ仲間に入れたことになってだいぶ強くなった。いて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 、バカだねこいつは。危ねえ、痛えし、すげえ痛えし。まだ使えない、分身。これヒドラがすげえ出た。どうよこれ、いいぞ。ヒドラの群れを出す。これきついだろ、敵。どう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 、だいぶ敵は死んだろ。まだ使えない、今までで一番栄えてる気がする。ほら腕腕爆発する。ほら、あげた、うれ、よし、来い。来た。ユニークも出ましたですね。おーし。指輪アップ。最後はユニークメイス。ではまずね、指輪からチェックでございます。これがいいね。よし、お前にもね、指輪。お、俺にとってはいらないものだが、強かったようだ。てかこいつ333しかねえのか。そうか、指輪もなんかすごくいいものっぽいね、あなたにとってはね。これで、ユニーク開けてみよう。メイスです。おお、すごい。クリティカルヒット時 4% の確率でライフオーブが出現する。攻撃命中時に 1.5% の確率で敵を暗闇状態にする。これすごくいいんじゃないのかこれ。しかも片手ドーン。よーし、2409、一気にいったっすね。で、ああダメなんだ、装備できなかったか。ふう、あれあれ
攻撃スピード速っ。これいろんな意味で良かったんじゃないか。これお互いの戦う理由が全く相入れないからだ。私は名誉のため、そして他者へ善を行うために戦っているが、あの男と来たら欲望と下半身の欲求に駆り立てられているのだからな。あ、秘密の野営地に帰れか。町に戻ろう。一旦町にね帰りましょう。すごいな、攻撃力が高くて攻撃スピードも速い。もう言うことなしですよねこれね。マグダは哀れな最後を迎える直前、悪魔の王ベリアルが直に世界を支配すると言い残した。私がいる限りそのような未来が実現することはない。秘密の野営地チェックポイントでございます。はい、ではね、キリもいいですし、本日はここで終了したいと思います。結構今回ね時間かかってしまいました。さすがトーメントのボスといったところでございましょうか。まあ早く段階でね難易度をどんどん上げれるようにちょっと頑張っていきたいと思います。また次回トーメントで、このまま続行でございます。ではまた次回の実況もよろしくお願いいたします。ソルトでした。